ょっとしたアイディアが欲しかっただけよ、エレバス。でも、このレシピって、ウィッチの魔法薬っぽくない？指揮官、この手でできること、忘れないでね。メイド役を買って出るんじゃなかった。竜舞とはこういうものなのね。最初に聞いた時、てっきり鉄血の偽装みたいなドラゴンを用意するのかと思ってたわ。飛竜、ずっと正座していては疲れるでしょうに。指揮官様もくつろいでいますし、今日は楽にしていて構いませんわ。こら、スタッフに変なことするんじゃない！古のサディアでは横になって楽しむ宴会があったと聞き及んでおりますが、指揮官様も一度それを見習ってみてはいかがです？私とダンスを？待て、カカ。これはこう、いくらなんでもおかしくないか？指揮官、私がビーチバレーする姿を見たい？これ以上したら、この稲荷とか木刀とか、とにかく痛いですよ。指揮官、変な気分になっているです。瞳孔の単位案って、断縁を表していると聞きましたけど、それを食べちゃうと、断縁を壊すことになりませんか？ありがとう。どうも、このヒールにはなかなか慣れないな。
料理の技法、そして味付け。東高の食文化というのは本当に勉強になりますね。指揮官、あまりからかわないで。ビーチバレー？面白そうね。私も参加していい？音楽の音、ちょっと大きい。必殺スピニングバードサンダーウィープ！うわ、いたたたたた。運動神経が良くない私を恨む。デートなんだし、街を歩くに決まってるじゃない？うん、次はあっちの店に行こう。このラグ気持ちいいよね。一緒に寝転んでみる？遺跡の様子をリシュリューたちに伝えたいものですね。ここは一つ賛美歌を紡いでもいいでしょうか。指揮官、このポーズと表情は大丈夫ですか？では、綺麗に撮れるようにお願いしますね。ああ、ご主人様、あまり動かないで。旦那様に手を取らせるのはよくわからにゃい。旦那様とは普通に手を取って普通にスキンシップしたいもん。スリスリー、サワサワー。だんなさな、スリスリー、サワサワー。旦那様と一緒。嵐機関、何か聞きたそうな顔をしているようだけど。ナイト、お前もパーティーに行きたいのか？じゃ、一緒に行こう。
指揮官、何をやってるか分かってるの？やはり自分の欲すら抑えられない下等生物ね。あら、委託組が戻ってきたのね。新作のお菓子でも試食してもらおうかしら。指揮官、メガネ、かわいい？猫パンチ。指揮官、触る？この荷物も持たせて差し上げますわ。次はどこを回りたい？やっぱり疲れたからちょっと休憩したいですの？目を閉じて。エムデンが夢を見せて差し上げます。すべてが叶う甘い夢。永遠なる夜の楽園。指揮官、今度ビーチに行ったら日焼け止めクリームをお願いできないかしら。こういう情熱はロマンと言わないわよ。ルール違反だぞ、指揮官。あそこにいるのは、ホーネット？水上バイクで派手に飛ばしているな。指揮官も、ホーネットと一緒に乗ったことがあるんだったな。どうだった？指揮官、もう、何してるんですか？もしかして、指揮官も酔っ払ってるんですか？どうしよう。あっ、指揮官、これにぶつかっても知らないわよ。王家の栄光は？指揮官はお仕置きしてほしいのですか？
あとちょっとすれば仕事から上がれるから、今日こそ指揮官様を誘って。え？今日は残業するの？ふん。Kはこの子の魚にでもなりたいのか？噛んだと飲んだ気がしない。クローリクちゃんの威力、侮るでないぞ。クックンクン。メールが届いたわ。指揮官、今確認する？指揮官様、こちらに横になってくださいね。健康診断をさせていただきます。こういうことは、シチュエーションに気を使っていただいた方がいいですよ。指揮官、笑いながら水着が可愛いって言っても、全然説得力ないんだから。人が多いからって、今のはわざとだって分かってるからね。冬にもみんなで大騒ぎする祭りがあるのですか？ちょっとだけ興味が湧きました。ちょっとだけ。しまった。お仕置きなのでしょうか。指揮官、モテたいなら女の子をもっと大切にしないとダメですよ。新作の和菓子か。ありがとう。ダンケルク、気が利くな。
冷たいコーラを当ててくるんじゃねえぞ。お前、調子に乗ってんな。重いですよね。あ、足元に気をつけて。ひゃあ、し、指揮官？タワーリショフィーツェル、こんなことをしている場合じゃないぞ。温泉好きの仲間は獣王が一番多いな。一緒に浸かるのは嫌なわけではないが、お前も知っていよ、私は群れるのが苦手だ。老子指揮官にこの手錠がどこまで頑丈かテストさせてもらおう。この格好でもあっちの仕事の腕は落ちてないよ。ここはほどいちゃダメ！ニーミー、春節の伝説に興味があるらしい。だらしなさすぎって？いいじゃないですか。どうせ指揮官に暴れてますし。気持ちいいソファにゴロゴロしやすい格好。お昼寝しないともったいないじゃありませんか。人間が幸せを感じるときこそ、その血が一番美味しいと聞いて。指揮官さん、いくらマリーが可愛いからって、ジロジロ見るのはマナー違反ですよ。あとで太鼓のところに行かない？ほら、焼くのもいいけど、ちょっと涼しいところで横になってもいいかと思って。ハニーが決めちゃっていいわよ。ファ
ルって大変よね。ホーネットか？プールより海辺の方が好きなようだ。砂浜に行けば会えるかも。ワシントン、今日はちゃんとスマイルできていました？あの子は目つきが悪いからすぐ勘違いされますよね。お祭りだからといって謝罪と反省をしなくていいとは思わないでください。遊びに行くと言われたからこの水着を選んだけど、もしかして。ううん、こっちの話。それともあなた、もっと際どいのが見たかった？Kはこの程度でもう抑えきれないとでも言うのかしら。みんなターバオたちのことも好きみたい。今度はピンハイと一緒にライブをやろう。ケーキを配るの、指揮官にはわざわざしてもらわないでいいって姉ちゃんが言ってた。すごい人だね。指揮官、ちょっと手伝って。指揮官、営業時間にこんなことしちゃダメだよ。そう焦らないで。夜はまだこれからよ。ハインリヒもレースに参加したいって。あの子らしいわね。ちょっと待って、運転できるの？ウサギは泳げる？泳げない？どっち？って、私は何に悩んでるの？お年玉？普段母校の運営ができているのに、自分の懐が寒いわけ？ん？私にくれるの？いらないわよ！ビーッだ！下僕って、メイド隊の子たちにもこんなことするの？海にやってきたからには、
することの一つや二つあるでしょ。さあ、早く貴様の好きなようにするがいいわ。採寸なら指揮官、ごめん、リノに合うサイズ、あんまりなくて。年始めの挨拶ですか？アイリス五教騎士団、大切な仲間たちの力を活用してください。平和のために戦うことも彼女たちの使命の一つです。指揮官、ローマの魅力に征服されたか否か、恥ずかしがる必要はありません。わかっていますよ。他に誰もいませんよ。すべての職種に斧を持たせたらって指揮官様ったら面白いこと考えるわね。それならハロウィンのホラーではなくコメディーよ。一体何をするつもり？武器なら手の届くところにある。戦うことを望まれれば、いつでも出動できる。せっかくの模擬店ですもの。メニューを全部覚えとかないと。後でいっぱい作りますよ。めくられる心配ないと言われましても、もう！耳じゃなければ、耳じゃなくても恥ずかしいですよ！もう！そなたの奮闘への褒美と思わば、しからば。指揮官、何をしているんですか？ダンスの時は私の目をちゃんと見てくださいね。かしこまりました。
水着姿のシリアスをご所望でしたら。そうですか？誠に申し訳ございません。シリアス、また早まったことをしてしまいまして。あら、ここの着方間違ってる？本当に？こういうの、外でするものじゃないわよ、指揮官くん。こういうの、外でするものじゃないわよ、指揮官くん。アイスが落ちちゃうわよ。指揮官、カメラを持ってきて。ほら、写真でも撮ろう。この衣装はなかなか着るチャンスがありませんから、それを見れる指揮官は幸せ者ですよ。えぇ、何ですか急に。これ以上したら、この子が怒っちゃいますよ。そうですわ。指揮官様には、大砲だけいれば、いんです。裁縫のすべては指揮官様のものですわ。どうぞご自由に触ってくださいませ。イーシェン先生が言ってた陶工の恋物語、裁縫、あのヒロインたちのようになりたいですわ。夏だから、致し方ないのね。エルベが変なことをしでかす心配はない。ああ見えて節度のわかるやつだ。もっとも、心配するところはそこじゃないが。
ック紹介でやるライブのリハーサルをいつやるか。交代したら、オイゲンとヒッパーに会いに行くか。お兄ちゃん、ジェットコースターに乗るときは、手をつないで、いい？お兄ちゃんなら、いいよ。このバカ、変態、ロリコン！今、誇らしき指揮官を守るのは、このヴァンガード。この任は、誰にも譲ったりはしない！これはジェントルマンのすることじゃないわ。報酬は…なんだ！別に盗み見じゃないのだ！ただ先に確認してあげるだけなのだ！その目、何故ためらいを見せているのか。レースで汗をかいたことも、応援に励んだことも、忘れがたい体験なり。この歌声こそ、私がここにいる証明。もう、指揮官？焦ってるのはわかるけど、時と場合を考えるべきじゃなくて？